レイシーさんと寺蔵さん、ほぼ同じ場所で死んでる気がするんですよね。エレクトリカルの周辺で。なると、ミヤビーさんほぼほぼ黒で、ああ、ってなると俺になっちゃうってこと？そしたら、もそしうかしたか、ら。そこら辺だとしたら、怪タしいのはッチ黒猫で言っさんてのる可生能産性ありますよね。そういうことお、か。ミヤビーさん白といチ黒と猫猫ささんんが、が。原産かな？お願いクしルーメイトやらせてくれ。ます。面白いですね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ダウンロード、ダウンロード。あ、コメント非表示しておきますね。コメントは自由にしていただいて、ちょっとダメだね。僕はちょっと、視野の狭さをお楽しみください。さんがこれ。もうエイペックスでパッドに切り替えた時ぐらい、もう IQ が50ぐらい下がってる。マップの名称とかをもうちょっと覚えれたら、マップ開く時間がだいぶ、いりそうだね。これ一人だけでね、完結できるから。なんで今度はしまった。また放射だ。エラゾウさんじゃなさそうだね。原子炉も幼そうだしな。少なくとも押したのはエラゾウさんじゃなさそうだね。オーマイガー。直前までカメラ見てたの誰ですか？ちょっとあ、前ワはイテラでゾウす。さんがワイ見てです。たけど。アドミンから出てきた人いました？アドミンで死んいでんの？やー、今、レイシーさんが上から来たのしか見てません。え？アドミンで死んでんの？アドミンのアド中ミンでで死死んんででんなら、魚さんがアドミンいたタイミングで、のすけさんとみやびさんが入ってたよ。うん、いましたね。で、僕、みや、のすけさんと魚さんがほぼほぼ一緒にいて、で、自分が抜けるタイミングでみやびさんが入ってきました。アドミン、それを確認します。僕ね、みなびさん。アドミンのどこですか？割とカメラに映るか映んないかぐらいの位置だったんで、ああ、入り手前口の方だか。な、多分あると。じゃあそのタイミングとは限らないんだ。私、そこの時は、アドミンの入室管理だけちらっと見て、特に違和感なかったので出て、ストレージからシールドの方抜けてますね。リアクターになったタイミングで、ロアの方からのすけさんがやってきたと思う。確かじゃなかったっけ？そうですね、そのだから、アドミン抜けた後、そのロアの方行って、で、最後、セキュリティの部屋で誰かおらんかなって言って、入ろうとした瞬間、なりました。魚さんはずっといたんですか、アドミンに。僕が抜けるときは言いました。ミヤビーさんおったかどうかがね、ちょっと覚えてないんですよね、その僕が出るとき。いや、私のは先に出たと思いますけどね。私出た時のすけさんいた記憶がありますよ。じゃ別に矛盾してなくない？そこ。まあでもその後でしょ。でも今日カメラね、カメラつ直いてる前のまで分かっつていててたか私、ら。カメラついてるの知ってて殺すほど私勇敢じゃないんで。太はい。蔵さんああ、まあ、がセルカメフラは見ないてとかて、ね。だからアドミンから出ていった順番が何？のすけさんとみやびさんが出てて、レシーさんが入っていって死んでるんだよってこと？そうですね、そういう感じだと思う。弁当とか。弁当はあり得るけど、あ、ただ弁当。入った人がいなければ。のすけさんがアドミンに入る誰と誰を確認したって言ったんだっけ？僕はその時魚さんしかいなかったですよ、入った時。ああ。入るときは2人でアップロードしてたのを見て、自分はスキャンをして、そのまま2人がスキャンをしたの
確認しながら自分が出てくるときにミヤビーさんが入っていくのを見ました。うん、そう、だからミヤビーさんのさっきの主張って僕よりも先って話ですけど、僕の方が先なんですよね。もう一回押します。だから主張が食い違ってるんですよ、そこ。僕はミヤビーさん見てないです。食い違ってるのか、うん、あ、もう根本的に見てないんだ。ジャチケンさんのもう一回そのアドミンあたりの順番聞いて、もう一回見た。アドミンあたりは自分がアドミンのスキャンをやりに行こうとしたら、ノスケさんとさかなさんが一緒にアップロードしていました。では自分はスキャン、ノスケさんと、はいはいはい、その二人は先にいました。うん、そこで、はい、自分はスキャンをして終わって出ようとしたタイミングで、ノスケさんとさかなさん多分アップロード終わってそのままスキャンの方に来ました。で出るタイミングでミヤビーさんとすれ違って、ミヤビーさんも中に入ってます。その後自分は上に抜けたので、うんうん、その後はしまった。ジャチケンさんが確認している限りではアドミンにノスケさん、さかなさん、ミヤビーさんがおったっていう形。なるほど。そうですね、さかなさんがいたタイミングではいたんですけど、入り口ってなったら多分さかなさんがもう一回入ろうとしたタイミングで死んでる可能性もあるので、違いその二人が怪しいとは言えません。うん、これカメラって結構長い間見てた感じですか？いや、ちょっと見た後離れてリアクターやった、リアクターの作業した後もう一回戻ってちょっとしか見てないところで、リシさんがアドミン入ったな、ノスケさんがなんかどこかの通路下に向かってるなっていうのだけ。ノスケさんは僕とロアですれ違ってるから、うん、僕はそのアドミン出て下行って、そう、で左行ってるんで僕は多分厳しいんじゃないですかね。まあ確かに遠いね、相当遠いね、相当遠いです。私もでもナビゲーションでレイシーさんとすれ違ってますよ。それあれですね、私がナビゲーションウェポンカフェテリアアドミンの順番で来てるからじゃん。ウェポンカフェテリア、そう、私アドミン抜けたと、さっきストレージでストレージからシールドが抜けたって言いましたけど、その後にナビゲーションの方でレイシーさん見かけて、でその時確かカメラついてたはずなんですよね。だからちょっとダンスしたんですけど、誰か見覚えないかな。いや覚えてないな。なんだって。カメラ見てたの寺蔵さん。でもそうよ。なんだって。正直覚えてないな。とりあえずじゃあそのタイミングだとしたら、四画面見ごめんなさい。宮尾さん後から入ってきてました。思い出しました。ごめんなさい。宮尾さんと黒猫、うん、さんも入ってきたんだ。今のタイミングでそうなるのはさ、なんか急にさ、寺蔵さんラインが怪しくないですか？確かに黒猫まだアリバイ言えてないけど急に来たな。でもどっち？いやなんか色その覚えてる羅列があってどこやったっけ？他のアリバイも聞きたかったな。ちょっと聞きたかったね。ただタスクやるしかないんじゃない？これ決めきる要素ない気がする。いや申し訳ない。そうだね。ちょっと決めきれないはしなそうだね。まあ最悪ローラーでもいいですよ僕と。だから誰かの対抗。対抗はいるのか。わかんないけど。ミヤビーさん時間足りんくないか、それを主張する。一緒に行った方がいいか。指さん怖俺さ、どうしてもさできんって人世の中結構多そう。このタスクがちょっと難しすぎるみたいな。見てみよう。赤色だ、レイシーさん。
エレクトリカルの前の道路で、道路、通路で、通路は下半身が落ちました、ね。え、テラゾーさんも死んでる、テラゾーさんも。テラゾーさんも死んどるね。本当だ。ヤビーさん。僕は O2 で黒猫さんとすれ違ってる、とりあえず。ヤビーさんとテラゾーさんと、誰だっけ、誰かが3人いましたよね。あの、初手下に行った人たち？いや、エレクトリカル あの停電終わった後、上に。あ、停電の時に。私、停電直したの私ですけど、そのあと上3人行きましたよね。はい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 。誰助け合って誰でしたそれ。寺蔵さんとレイシーさんいたのは覚えてるんですけど、うん、もう一人誰だったかな。その後出て行った順はどういう感じですか、そっから。いや、私タスク一番最初に終わってるんで。一番最初に出たんですか、ミヤビーさんは。はい、出ました出ました。で、ストレージの方抜けてます。カメラ見てた人って言います。はい、僕です。あー、なんかカメラ光ってた気がする、はい、カメラ僕はだから、うんうん、それナビゲーションのところでダンサー踊っとるよ。その、今ストレージから上通ったみたいな話は O2 の最中ですか。違います。いや、O2 が鳴ってる時ですね。エレクトリカル出たぐらいで、O2 鳴って、で、ストレージ抜けて上の方行こうとしたらもう治ったんですよ、うん、なんでストレージの Q やろうかなって思ってちょっと下に戻ってって感じですね。踊ってた人他に誰かいたと思うんですけど、誰か覚えてます？誰がどこで踊っていたか覚えてます？踊ってた踊ってた人が、僕ですか。はいはいはい、何聞いてます。まず、マッドベイから黄色の黒猫さんが出てきました。はいはいはい。で、ナビゲーション O2 の周りのこの字で、ピンク、ナイトメアさんと、あとね、誰やったかな、ちょっと待てよ。ザチキンさん、それ違ってない？ザチキンさんかな。ザチキンさんと、俺が多分コミュニケーション、ナビゲーションのタスク入れるときはザチキンさんだった。そこで言わないと違ったんだね。あ、ごめんなさい。あと、先端さんが、エレクトリカルロアエンジンの方から。これ、釣った方がいい。これ、釣った方がいい。スロー、スロー。あ、二度います。ミヤビーさん行きたいな。ミヤビーさんがちょっと臭い。臭いな、ミヤビーさん。あ、間違いない。一番下がったのは。なるほど。何も言えんな、怪しい人とかいない。ごめんなさい。頑張ってください。わからんな。今回わからんな。今回押したっけ？ダブルキルされる？これ押さないと。これだけスタートして押すか。死んでないか。状況的にどうだろうか。黒猫さんがメトベイにいた？それはどこ？いつの話？なんかさっきなんかメトベイとかっていう話聞いた気がしたけど、誰かしらから。あ、僕が見ましたね。うん、のすけさんが多分そのメトベイから出てくる。俺、ね、試験官だとも見てない、うん、結構長い間いましたよ、メトベイに。うん、入ったとこ見てない。僕が見始めた時からで、うん、誰も入ってなくて、うん、で、うん、黒猫さんが後半になって出てきた感じなんで。それ単純にそれ違ってただけとかじゃなくて、それ違ってたっていうかギリギリで見えてなかったとかじゃなくて、俺確かにのすけさん見てないんだよね、メッドベイで。あ、僕あれですよ、あの、監視カメラで見ました。監視カメラでしょ、だから出ていくところって話でしょ。そういうことです。だからこれあってはないと思うんです。あのレイシーさんとテラゾーさんほぼ同じ場所で死んでる気がするんですよね、エレクトリカルの周辺で。なるとミヤビーさんほぼほぼ黒で、あーってなると俺になっちゃうってこと。そしたら、もしかしたら そこら辺だとしたら怪しいのハッツで言ってる可能性ありますよね。へー、そういうことか。ミヤビーさんと黒猫さんが結構一緒に、うん、そうですね。右左側で死んでるとしたらナイトミヤさんは白いと思います。多分黒猫さんとスケさんあたりっていいような気もするけど、いや、今後の人類のためなら喜んで命を。まあ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 、そうなりますよね。黒猫さんがね、うん、別になんだろうな、
え、でも今回から通話してメッドベイから抜けてアッパーに来るぐらいの時間はあった気がするから。のすけさんを釣る理由は何ですか、ナイトメアさん。そう、今回ツーダウンして僕ずっと見てたんで。わかんない、いや別に。まあ先黒ぬこさん釣った後、宮城さん対立軸じゃない、宮城さん黒じゃなかった。僕何かと絶対対立してますよ。対立ではないと思うけどな。多分黒猫さん釣って終わんなかったら、ぶっちゃけもう黒一わかんない。まあまあ、そうなりますよね。うん、のすけさんでいいかなぐらい。うん、まあそうですね。僕は最初曖昧な証言をした。僕は全部悪いです。スキンさんは？スキンさんだけ白取ってる。スキンさんは？ライトミヤさんが白く見てて、センターさんは全く分かんないです。黒猫さんのスケさんはちょっと黒いかなぐらい。いや、でもセンターさんが分かんないですよね。うんうんうん、センターさん、ロアエンジンの方から上がってきてるから。うん。まあでも黒猫さん釣ったら多分どっちかは釣れてると思う。うん。黒猫さん入れちゃったけど大丈夫っけ。多分だけど。これで負けたら。そうですね。これでダメだったら、ノスケさんっていう感じになりますね。まあ、どういうのスケさんも違いそうだな。なんか違う。いやはやよ。合ってた。いやー、ダブルキルされた。びっくりした。ダブルキルされてびっくりした。ごめんなさい。やっぱそうっす。私がね、やっちまったから。行くべきかな。あと、魚さんに俺、あの、みやびーさんの弁当見られたんじゃねえかなと思って。そうごめんなさい。私、弁当芸してしまって。なんかコメントによると、寺蔵が覗いてたカメラで弁当芸があったらしいけど、見えてなかった。またですか？ごめんなさい。ポンコツでした。見てください。そう、だから俺がその、あれアドミンから出たとき、監視カメラついてたんで、やべえな、これ見られたなと思ってたんだけど、そう、監視カメラで見られたっていうのがなかったんで。いやでもね、僕が大ポンコツでしたね。僕だって、ミヤビーさんと黒猫さんが入っていくのちゃんと見てたはずやのに忘れてたんですよ、ね。そう。もう頭が動いてなかった。申し訳ない。本当にすいません。証言がめっちゃちゃんとしてたら、もっと早く詰められてた。いや、申し訳ない、マジで。やべえと思った。いや、マジでカメラ苦手だわ。またのこの字のやつですよね。してたせいなせいもあるんだけど、あの色で人を把握するから自分も含めて色がごっちゃがにバラバラになっちゃって、うん、若干ね、人がで記憶が曖昧だった。あ、俺のピンク入ってる。